サワディーカップ単語フレーズの広げ方ですね。36回目のトピックです、一緒にダイビングに行きませんかですね、前回、どこへ遊びに連れて行きますかみたいな感じのやりましたよね。まあもう正月、長期の休みも近いということでこれを取り上げました。誘う時の決まり文句です。はい、行きましょう。バイダムナンドアイガンマイ、バイダムナンドアイガンマイ、こんな感じでいいでしょうかね。はい、ちょっと見ていきましょうか。まあ、何々ドアイガンマイで一緒に何々しませんか、これでも覚えちゃってください。とてもよく、言うフレーズで、なんか丁寧でもありますね。ですから必ず覚えるようにしてください。はい、ちょっとここも見ていきましょう。まあ、パイはいいでしょう。ダムナームダムナームで水に潜るっていう意味なんですね。このダムっていうのはタイ文字で書くとちょっと可愛らしいこんな感じになるんですね。なので色の黒ですね、黒色、黒と同じなんですよね。これ綴りも一緒なんですよ。でも意味は全然違うんやけれども、水も深いとこ潜っていったら深海は黒い、暗いかな、そんな感じがするかなっていうのも関連づけて、覚えればいいのかな。まあこれがダムですね。ナーム、ナームっていうのも実はこれなんかほとんど一緒ですよね。ですからタイ文字で書いたらこんな感じになるんですよね。でもまあ成長が入るんですけどね、なんか可愛らしい文字ですよね。そしてダムナームダムナームなんですけれども、あくまでも水に潜るなので別に、スキューバダイビングじゃなくて、シュノーケリング、これなんかもダムナームに入るんですよ。あとはこう素潜りとかね、こういうのもダムナームの中に入ります。じゃあ具体的にもうちょっと細かくシュノーケリングとか、スキューバダイビングとかって言いたいときはこんな単語足しちゃってもいいんですよ。例えばダムナームルックルックって言うとこれ深いでしたよね。じゃあ浅いなんて言うのって言うとドゥンドゥンって言うんですよ。これが深い浅いの浅いですね。なのでダムナームドゥンって言うと、まあ、シュノーケリングに近いかな。ダムナムルックっていうとこれはもうまずダイビングになるでしょうね。ただタイ人は基本的にダムナムとしか言いません。より具体的に説明したいときですよね。まあ、こういう言葉を足していってもいいのかなって思いますね。潮の満ち引きなんかでも、ルックとかドゥンとか使ったりしますよ。例えばこう、海の水ですね、海の水、海水、海の水ってそのまま言っちゃっていいので、ナムタレーナムタレーですね。ですからナムタレルっていうと、海水が深いっていうのでこれが満潮みたいな感じの意味になったりもしますし、ナムタレドンですね、っていうとこれは潮が引いている状態みたいなね、そんな感じの意味になったりもして使えます。あとはですね、ダイビングですから、まあ、そのつながりとして、チャラーンワーンっていうのを入れておきました。チャラームワーンですね。チャラームっていうとサメ、ワーンっていうとクジラですか、クジラザメ言うてるんですよ。これね、ジンベエザメのことなんですよ。なんとなくイメージ湧きますよね。タイでもジンベエザメを見ることはできますからね。結構それを目標にダイビングをされている方かなっていうのも多いと聞いたことがあります。あとはチャラームの前にフーですよね。フーっていうと耳ですよ。これをつければフーチャラームフーチャラームって言ったらサメの耳やから、これねフカヒレなんですよ。なんか美味しそうですよね。でフカヒレ言うたら次はランノランノですね。のっていうと鳥、ランっていうと巣、鳥の巣、これツバメの巣のことなんですよ。ランノっていうと、ちょっと何の話をしているのかよく分からなくなってきましたけれども、
まあ、この赤で点々で囲ったところっていうのは、まあ、なんとなくこんな広げた方もいいかなっていうのでやってみました。はい、じゃあ今日ですね、まあ、本題の方なんですけれども、こうやって誘われたらどうやって答えますかっていうのをイエス、ノー、行く、行かへんに分けてちょっと見ていきましょう。これが最初です。はい、バイダムナームドワイガンマイ、一緒にダイビングに行きませんか。行くときはもちろんこれだけでもいいんですよ。バイバイ、これだけでもいいです。バイドワイ、バイドワイ、これでもいいです。バイドワイガン、バイドワイガン、これでもいいんです。チョープチョープ、好き好き、めっちゃ好き、こんな感じで答えちゃってもいいかなっていうふうに思いますね。答え方ってこんな無数にありそうですよね。ただそれぞれのニュアンスですね。ニュアンスとしたら、バイは行く、一緒に行きませんか、あ、行く、行きます、もちろんこんな感じでしょう。一緒に行きませんかって聞かれて、バイドアイ、バイドアイって言うと一緒に行く、私も行く、私も行く、それがね、僕一番ニュアンス的には近いかなっていうふうに思っています。バイドアイガン、バイドアイガンっていうと、これもちろん一緒に行きましょう、一緒に行きましょうですよね。ですからバイドアイとバイドアイガンもなんかやっぱりニュアンス違うんですよね。どういうところですごい違いが出るかっていうと、バイドアイ、バイドアイって言ったら、私も行く、私も行く、連れてって、連れてって、シチュエーションってそういう意味になるんですよ。ですから、まあ、僕もまあ子供、今もだいぶ大きくなったんで、まずそんな言われないですけれども、子供が小さい時なんかは、僕が外にどっか遊びに行くってなった場合ですよね。子供なんかが、バイドアイ、バイドアイとかってよく言ってましたよ。これは、僕も行く、僕も行く、連れてってに近いんですよね。なのでやっぱりちょっとニュアンスが違うのかなと。一緒に行きましょうっていうのと、極端なこと言うと連れてってなるっていうところも知っておいていいのかなっていう、このガンの役割でしょうか。はい、じゃあ次です。断る場合ですね。断る場合ってやっぱり、ちょっと気使ったりするじゃないですか。だからこのように、まあ、僕がですね、実際自分やったらどうやって答えるかっていうのをここに2つポンポンって入れたんですよ。このパターンですね。一緒にダイビングに行きませんかって聞かれたら、バイダムナームドアイガンマイって聞かれたら、マイペンって言っちゃいますね。とか、マイタナー、マイタナーっていうふうに言っちゃいますかね。ペンって言うと練習してできる、経験があるからできる、なんかそんな感じの意味でしたよね。ですからマイペンで、やったことないみたいな、そんな感じになるんですよ。だからできないみたいな、マイペン、いや全然僕やったことない、できないからっていうね、いいですよね、こういう答え方やと。あとはマイタナ、タナですね。タナっていうと、得て増えての、得意ですね。得意、上手にできるでしょうか。ですからマイタナ、マイタナって言ったら、得意じゃない、苦手っていう意味になるんですよ。マイタナカ、マイタナカ、こんな感じで、僕やったらこう誘われたら答えるかなっていうところですね。あとはですね、汎用性のあるものとして、こんなんもええんちゃうかなっていうふうに思ったので入れておきましたというところですかね。はい、最初です。マイミーウェラー、マイミーウェラー、時間がない、いいですよね。マイサドゥアン、マイサドゥアン、都合が悪いですね。都合が良くないでいいでしょうか。サドゥアっていうと意味は2つですね。1つはスケジュール上の都合がいいっていう意味、もう1つは便利だっていう意味ですね。ですからこんな感じで使っていいんですよ。プログニーサドゥア、プログニーサドゥアっていうと、明日は都合がいいです、こんな感じです。僕が住んでいるスラチャー、スラチャーっていう町ですね。スラチャーサドゥア、スラチャーサドゥアっていうと、スラチャーは便利だ、便利な町だとか、そんな感じの意味になるのかなっていうふうに思います。あとはですね、これはミーナ入れたんですね。ミーナ、ナはアポイントメント、いや、アポイントメントっていう意味での約束ですね。ですからミーナ、ミーナ、約束あんねん、そんな感じです。トゥラ、
トラっていうと、これもすごいよく使うんですけどね、用事です。ですからミートラで用事があんねみたいな、そんな感じで、断れば、まあ、このような感じで、断ることができれば、汎用性あるかな、いろんなシチュエーションで使えちゃうかなというふうに思います。はい、あとはですね、こんなん言ってあげても最後にいいですよね。青いおがな、青いおがなですね。これはまた今度、次の機会でとか、そんな感じの意味です。おがっていうのが機会、チャンスを表す言葉ですね。なあっていうと未来でしたよね。ですから次のです。次の機会にしましょう、何々にしましょうっていうのがタイ語ではアオアイ、アオアイ何々っていうふうに言います。この場合青あってもなくてもいいです。ワイ何々、ワイ何々、こんな感じで使ってもいいです。何々にしましょうなんですが、ここに来るのは普通はスケジュールです。ですから、こんな感じでもいいですよ。アオアイプルンニー、アオアイプルンニー、明日にしましょう。アオアイワナテ、アオアイワナテ、日曜日にしましょう。こんな感じで使えればいいかなっていうふうに思います。はい、そして最後なんですけれども、まあちょっと復習の意味を込めてですね、まあ質問のパターンとしたら、別に前だけじゃなくてルプラー、また抜けてたですね、ルプラーを入れてもいいですっていうところですね。ですから誘うときはやっぱりこのフレーズが一番多いかなって思います。 By do I gan my でもいいし、 By do I gan le plao、 By do I gan le plao でももちろんいいです。そして By do I my、 ごめんなさい、 By do I gan my、 By do I gan le plao っていうと一緒に行きませんかですね。次、別に By do I、 これを使ってもいいんですよ。パイドアイマイとかパイドアイルプラオっていうと、これはでも一緒に行きませんかっていうよりも、あなたも行きますかみたいな、そんな感じになるかなって思いますね。さっき私も行くとかっていうふうに言いましたよね。なんでそれの疑問になるので、あなたも行きますか、そんなニュアンスになるかなって思いますね。パイマイ、パイルプラオ、まあこれはいいでしょう。これはもう全然いいでしょう。あと最後に言い忘れしたことがないかな、大丈夫かな。あ、ですね、ここですね。by do I gan my のところなんですけれども、これ、do I ですね。言わないときも、言わないときもあります。別に言わなくても、まあ意味一緒です。by gan my、by gan my。これでも、一緒に行きませんかっていうふうにはなります。というところでしょうかね。大丈夫でしょうかね。か、サムラ、ワンニー、ケニーゴーナカ、コープマーカ。